今日は、諸葛戦です。まあちょっと前にも諸葛戦の動画を上げたんですが、この度また情報修正が入ったということで、諸葛戦もう一度やっていこうと思います。このカードですね、全バージョンだと弓装備がすごい相性悪かったんですよ。当然制圧ゼロになっちゃうんで、相手からしたらもう塗られ放題っていう状態だったんで、そういう戦いきさつがあってすごい勝率が出にくいカードだったっていうのがあって情報修正を受けたというふうに感じるのですが、ただ前回の調整で自身が範囲に含むようになったことで、かなり号令としてのパワーは上がっているので、ポテンシャル自体はすごい高いカードだと思っております。なのでこのカード今回は普通にまあ環境入りしてもおかしくないぐらいのカードパワー、ポテンシャル持ってるんじゃないかなと思います。調整内容ですが、効果時間が 0.4 カウントもしくは 0.5 カウント伸びて8カウントを超えるようになったんですよ。この8カウントを超えるようになったっていうのが何がでかいかっていうと、発動した、諸葛戦を発動した時の式プラス式に溜まる段階で流暗楽を打てば、流暗楽が諸葛戦切れる前に間に合うという風になるので、まあ目測での計算がすごいしやすくなったんですよね。前はちょうど式に行かない分ぐらいだったんで、しっかり効果時間カウントしないと諸葛戦打って切れ際に流暗楽打ってみたいな感じのつなぎができなかったんですけど、それができるようになったっていうんで、発動はすごいしやすくなったし、当然効果時間伸びた分号令として性能上がってるしね。僕はこの諸葛戦というカード、今割と結構今環境熱いんじゃないかなと思ってますね。フルコンのパワーが高いのと、あとはまあ全体的にそこまでまあなんていうか不利がつきやすいデッキっていうのが多くないかなと思ってるので、まあ当然フルコン系デッキなんで、相手が崩しに強いようなまあ騎馬盛りで素振力高めみたいなやつって食であるものの、結構そういうデッキに対して崩しの強いデッキに対して弱くなるというのはあるのですが、逆にあのどっしり構えてぶつけ合う分にはかなり高い性能を持っているので、まあ語るよりこれはもうここから見ていただくっていう、そんな感じでいいかな。で、こちらは、早熟なる指令を発動して、でこの諸葛戦は変えてもいいんですが、どうせ塗ったとしても制圧ゼロなので、一応まあ後ろうろうろして相手の損孔、あの損孔に対して突撃入れれそうなタイミングがあった時はワントツして損孔を持っていって死ねれば理想という感じでしょうかね。まあ当然あの制圧戦法を打って制圧が上がってる状態の損孔をここで撃破できればかなり大きい、もしくはあれですね、相手の損剣だったり定法だったりにまあ、ワントツ入れて道連れにできるような状態だったらワントツするっていう感じですかね。そう、なんか未だに僕あれなんですよね、定法のこと旅網って言いそうになることすごい多いんですよね。なんかもう古い地球人なんで、未だになんかマヒアゴールイコール旅網みたいな、そういうイメージでいること多いですね。でこちらの部隊が、号令打ち終わった後撤退しちゃうんですが、これはまあ相手があの機動力の低いデッキだからこそ、1コストの牙だったら工場通してもいいかっていう、まあ工場通してもこれだけのリードがあれば確実にリードを大事にした方が強いかなと思うので、ここはもう攻める時に取れるだけ取って、あとはこのリードをどういう感じで使っていくかという感じですね。相手はマヒアの大号令で、こういう時なんですが、まあフルコン以外に防衛の選択肢があると強いよっていうのがこのデッキの特徴ですね。リゲン無知の言う、これはですね
武力上昇値はプラス8と、まあそこまでずば抜けて高いってわけではないのですが、リゲンは効果時間が長く9カウントあるので、まあ波の号令より効果時間が長いんで、守るだけだったらそこまで食らわずに済むかなという感じですね。で、相手はここで、純国の志、これはもう最後まで続きそうですね。で、ここはもう相手おそらくこの張り付き方だと将軍の方だと思うので、食軍の大攻勢増援知略を打って知略ついてる状態で早熟なる指令、これはもう相手が最後まで続くのでちょっとでも効果時間伸ばしたいですし、おそらくこれ将軍合わせてくると思うので、それを想定した出し方をできればという感じ。来ましたね、将軍の方。これはもうどこを止めに行くかですが、まあ当然一番高コストの発付きに来ている縄文の部分、孫権をまず諸葛戦の突撃でダメージを与えて、で、風習で五軒を止めて、でこのまんあとはまあこの一応まあ内乱で覆らないリードとは思いますが、もうこれ制圧ゼロになってるので内乱は止めようないので一発入りますが、こちらがリードという感じ。で、こちら風習、まあちょっとあの計略のあれは下がっちゃったんですけど、計略効果は下がっちゃったんですが、まあこういう一発差みたいな展開になると強いかなというカードですね。これはまああのバージョン変わった当日の試合なんで回復量の確認も兼ねてという感じですね。それではここまで見ていただきありがとうございました。